YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の田川です。さあ今回なんですが、ご紹介していきますお車は、新型ハイエースバンのスーパー GL の、ダークプライム2の、ヨンクディーゼル寒冷地仕様付き、こちらご紹介していきたいと思います。はい、で今回ご紹介していくお車なんですが、もうかなりカスタムにこだわったお車になりますので、ぜひ見逃しなく、はい、じゃあ今回ご紹介していきます。はい、でお車今回こちらです。はい、まず純正オプションのトヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニター、そしてインテリジェントクリアランスソナーがついてます。はい、そしてこちらのフロントバンパーの方がですが TRD になりますね。デイライト付きです。こちらもオフロード仕様にはもう欠かせない、大変人気のアイテムになります。はい、そして車高の方はもうノーマル車高そのままになってますね。でタイヤホイールですが、レオウィングの、17インチと東洋のごめんなさい失礼しました16インチと東洋のオープンカントリーになります。こちら純正オプションのこちらデジタルインナーミラー、新型から搭載されましたデジタルインナーミラーのカメラの部分になりますね。はい、そしてインテリジェントクリアランスソナー、リアにもしっかりついてます。はい、それでは内装ですが、こちらフレックスオリジナルのベッドキット、さらに床張りキット、もうこちら床も張ってありますね。なのでこれ、釣りとかサーフィンとかいろんなご用途で使われると思うんですけど、もう本当なんせ手入れが楽ですね。はい、で、こちらもう今出したように釣りされる方、サーフィンされる方必ず必要になってくると思うんですけど、こちら天井にカーメイトのサイドバー取り付けてます。はい、これもあとロッドホルダーとかルームキャリアもう引っ掛けるだけなんで、これついてるだけでもうかなり便利ですね。はい、それでは前の方も見ていきましょうか。はい、床張りはしっかり前の方まで来てますね。ダークプライム2ですので天井がまず黒色に統一されていて、ハーフレザーのシートになりますね。はい、そしてダークプライム2のインテリアパネルですね。こちら、はい、もう元々こういうオプションに搭載されてます。そしてシフトノブとハンドルもセットで、もともとこのように純正でなっております。そしてフロントのナビはイクリプスの7インチナビになりますね。そしてこちらデジタルインナーミラーの映像ですね。こちらちょっと今壁が映っちゃってるんですけど、実際はもっと鮮明に映るようなすごい綺麗なカメラになります。そして ETC がついてるのと助手席のエアバッグも入ってます。いかがでしたでしょうか。こちらもう床も張ってあって、サイドバーもついててベッドキットもついてる寒冷地仕様付きのかなり人気のヨンクディーゼルのオフロード仕様、パッケージになっておりますので、ぜひご用途合ってらっしゃる方は一度見に来てみてください。で、この後金額の方はホームページの方で出していきますので、詳細はそちらの方でご確認をお願いいたします。もしご不明点などございましたら、フレックス南大阪店の私田川の方までお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、では今回のご紹介はこちらで以上となりますので、最後に車見て終わりましょう。はい、はい、これからもどんどんかっこいい車作っていきますので、ぜひ南大阪店の方のホームページチェックよろしくお願いします。はい。
はい、それではご視聴ありがとうございました。